どうもこんにちは。本日なんですけど、遊戯王マスターデュエル、ゲーム実況ね、ちょっと前回の続きからやっていきたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またね、フレンド申請お待ちしております。ということで、今日はちょっとね、これソロモードをちょっとやっていきたいなと思ってて、で、今日のソロモードなんですけども、どれやどれや、これこれこれ SP チャレンジ、ちょっとこれやりましょう。お、なんかちょっとね、すごいなこれ。おお、寄生虫、パラサイト、プラプ、超進化の前のコンバ、究極完全体後、レッドモスなども召喚、召喚条件を無視して特殊召喚可能。なるほどね。高レベルの昆虫族がいきなり呼び出される究極コンボだ。また G ボールパークの効果は相手から攻撃された場合ではなく、自分から攻撃した場合にも発動できる。展開した通じはモンスターを使いエクシーズリンク召喚につなげていく可能性もあるので、注意しろ。寄生虫、パラサイト、インセクター、ハガってことか。ちょっとなんか 久々やなこれ。あと皆さん、よかったらね、僕ツイッター、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下概要欄リンクあるんでフォローよろしくお願いします、ぜひ。久々やねこれ。うん、 OK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  来たよ。お、これカタパルトタートやん。おうおうおう、ちょっとこれ、しかもあえてさ、レベルなんかやたら高いよね。おうおう、え、でもこれ、これさ、絶対インセクターハガがイメージしてるよね。やばフィールド魔法、何これ、何これ、ちょっと効果発動しよう。あ、カーストオブドラゴン、なるほどね。なにこれ、めっちゃ懐かしいねこれ。やばい、これ懐かしすぎて泣きそうになってくる。やばい、これもうめっちゃ昔のやつやん。これやばいって。インセクトハガやん完全に。闇勇気と、ちょっと待って、これほんと涙止まらへんよ俺もう。お、ゴキボール来ました。涙止まらんな、やばい。暗黒魔導騎士ガイア、何これ。ちょっと待って、これ何、特殊召喚とかできるんや。特殊召喚しようかこれ。あ、 G 使ってくるんやここで。おお、 G ね、ゴキブリ、まあ、虫ね、虫、昆虫、インセクトモンスターよ。たまらんなこれ。ちょ、効果発動しよう。カタパルトスタートの射出、お、すげえ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 。なにこれ、なにこれ、ガイアソルジャーってなんなん。何これ、あ、なんか厄介やな。まあいいよ。ちょっと
何す様子見やの。やば、ゴキボール出た。うお、なんかめっちゃこいつややこしそうなやつ出ちゃったな。ふざけんなよほんまに。もうすごいなこれ。もうこれ使ってしまうか。カルス、どこぜこれ。よし、暗黒騎士が一枚出たし、普通の暗黒騎士がや。出た。これ効果ねやったっけ。いいね。あ、フィールド魔法を破壊するっていうやつね。いでよ。重騎士ガイア来たよ。お、スパイラルシェイバーいいね。めっちゃいいよんこれ。夏。なるほどな。よいしょ、バトルしようか。スパイラルシェイバー。いや、アイテムなんか考えてるな。結構でかいな、やっぱり、はい、うわっ、出た。うわ、嫌やな。なんかやばそうなやつ出てきたな。光ってますね。なんかめっちゃ強そうな感じしちゃう、これ。削ってくるな。やろう。おう。
出た強力モンスター召喚よ。おこれいいね。しようか。スパイラルシェイバー。このカードはこういうか。やばっ。めっちゃ強いやん、勇気しろ。またなんかわけわからんやつしようとしてるんかな。なんか出てきたぞ。よし。うわ。マジっすか。近場近や。これが決まれば勝てる。スパイラルシェイバー。マジか。壁として置いとくか。これも怖いな。ちょっと待って、やばいなこいつ。昆虫めんどくせえ。昆虫の生命力やばいな。よし。ちょっと待てよ。どういう状況？なるほどな。ここにあったやな。
ツヤバそうやな。ちょっと使おうかこれ。一枚がないやん。なんか出てくるんか。出た、出ました、インセクトクイーン。化け物出てきたな。やばい、ドロップ。よし、オッケー、おっしゃー、これいいんじゃない、結構買ったんじゃないかな。いや、まだ分からんぞ、まだ相手の1枚あるからな。うわー、ここのタイミングでか。落ち着け、落ち着けよ俺。これいいじゃん。オッケー。よし、だいぶ弱ってきてるな、相手。よし、バトルフェーズ。おっしゃー、やりましたー。結構ね、ソロモードおもろいな。インセクター歯がやったな、これ完全に。めっちゃおもろかったわ。インセクター歯がいいね。ということでね、ちょっとこんな感じでした。俺、今回結構ね、これあの、やっぱあれやね、ペガサス島のやつよね。思い出したわ、俺。控えめにって面白い。ということでね、ちょっと次回これね、懐かしいんで、またね、楽しんでやっていきたいなと思います。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。今後もね、いろいろやっていきますので、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。またね、Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下、概要欄にリンクあるので、フォローよろしくお願いします。では、じゃあね、バーイ。